ストーンズとスノーマンはジャニー氏のエピソードで笑いを。当事者意識のなさに視聴者ドン引き。ジャニーズ事務所の創業者ジャニー喜多川氏、享年87の性加害問題で、7日に記者会見を開いた同事務所の社内教育に疑問の声が集まっている。木村拓哉、50はジャニーズ事務所の記者会見が開かれた同日夜に自身のインスタグラムを更新し、Show must go on と敬礼のポーズをした写真とともに投稿、現在は削除。これは、小ジャニー喜多川氏がモットーとしてきた言葉としてファンの間では知られていることから、大炎上した。愛み後には、所属タレントが次々とメッセージを発信、時をのリーダー城島茂、52は9日、メインパーソナリティを務めるテレビ朝日系情報番組、週刊ニュースリーダーに生出演し、私自身も一タレントとしてどうしていくべきか、どうあるべきか考えさせられた会見でした、などとコメント。